アニバル・トロイロはアルゼンチン単語黄金期1930年代から活躍した作曲家バンドネオン奏者。あだ名はピチューコ・ピッチッコ・ゴルド・ゴード1914年7月11日にてアルゼンチンのブエノス・アイレスに生まれる。10歳の時に最初のバンドネオンを買ってもらい、11歳の時には楽団でバンドネオンを弾くぐらいの才能を示す。 オスバルド・プグリエーセ楽団やファンダ・ダリエンソ楽団など、いくつかの単語楽団でバンドネオンを担当し、1937年に自分の楽団を結成する。アニバル・トロイロの作曲及び編曲は、華麗かつ重厚なメロディーとハーモニーを大切にしている、こととされている。フワン・デディオス・フィリベルト作曲の、バンドネオンの嘆きでのトロイロ楽団残った、 バンドネオン変装が知られており、トロイロ楽団の定番の曲となっている。アニバルトロイロ自身が1948年に作曲したスールや1956年に作曲した最後の酔いは単語ファンにも人気がある。また、歌も重視していて、マリアやスールの歌入りの録音が今でも単語愛好家にかなりの人気がある。 1975年5月18日に死去する488曲を残したアニバルトロイロ楽団の録音はかなり多作であり1975年まで楽団は続いていた有名な人材を輩出していた1940年代の SP 時代は速度を重視した男性なテイクで知られていたものの1960年代の LP 時代からは 単語の現代化には逆らえず、火星やテクスチャーに、豊穣さが感じられるものになった。1970年代は、トロイロの技巧の衰えも感じられるものの、最後まで単語の保守本流を意識したテイクを、生み出し続けた。歌手では、ロベルト・ゴジェネチェ・ホベルト・ゴジェネチェ、エドムンド・リベロ・エドムンド・リーベロがいた。トロイロ楽団の演奏で、リベロが歌う単語、スールは、今でもよく聞かれている。 ピアノでは、オルランド後にオーランド・ゴーニーや、ホセ・バッソ・ジョゼ・バッソがいた。ある日、トトロ・ドリゲスというバンドネオン奏者が病欠していた。その日に、バンドネオンの腕前を、アニバル・トロイロの前で披露して、即決で、トロイロ楽団に採用になったという、アストルピア・ソラ・アストルピア・ソラのエピソードは有名である。有名な作品。ありがとうございます。